今の番組はなんか意味がある。夜での番組。小刻みなバンクはね、戦闘準備とかね、大きなバンクは集合とか。ああ、なるほど。90工事の位置が難しくなってきた。60だったのか。見えた。1時駅、1時の方向戦闘態勢を取れ。前方に迷い込んで一撃、そのままループして逃げ気を加える。
先頭9位。じゃあ一番フレア、敵戦闘機の報酬を受けている。
登場が入ります。ノアたまないので呼吸で下に降りております。了解。これはもうコンピュート修理終わり次第また上がる。石鹸峠行ってるはず。あと、ダクマルタ B29 が、3機ぐらいいるから修理して上がっても追いつける可能性がある。随分ちょこっと落としてる。高度もすごい低い。低空に降りてきてる、注意。工場中へ。大丈夫、了解。ずっと入れてみて、なんか反応してる。20個の寄り添うように飛んでるな。これは、二組症状で着陸する。これは地形から行くと読めない地理が。やばい、かなりやばい着陸が。操縦桿を今いっぱい引いてんだけど、機首が上がらない。エレベーターも近づいてるんだこれ。なかなかです。リペアは何をするのか、F8 ですか。ちょっとかけて、タブを押して、8。どこでリペアメニューじゃん。あの、フルキーの8ね、10キーの8でしたんだメニュー。タブを押して、8の人。8に2回押すとリペアメニューです。エンジンと機体は別々だから、リペアメニューは。離調庫は必ずかけないからね、先に。
生き残る気には会えなくて、もうそう、まあ年間のピークを生きてる時だからいいわい。私の乗る1級1個も煙吹いて落ちていく。ハッチハッチをしたら どうした？もうしばらく待ってればいいです。ハンハンで打ったらリペアメニューが出るん で、希望する番号を押せばいいだけ。リペアメニューは出た？いや出てます。1から、うん、そう4番だったら機体の修理、弾薬はリアーム、リアームエンジンだったらその方にあら。で、押すと何十秒とか出るから右下に。急に感じたな。え、石切り粉、毛並みに飛んでるわ。なんか引けてるかな。このままだと左エンジンが爆発します。これがもうエンジンに左来たので爆発します。やばい、キリッポなかなかあれね、落ちないね。地面に見つけようぜ。なんと到着してみたよ。脱出してみたよ。うわっ！って思った。AI でもちゃんと到着できるんだね。こんばんは。こんばんは。